皆様こんばんは。過小計算機の提供で開催させていただきます。今日はダーモスコピーの撮影方法の具体的な方法とかコツ、カメラに関しての新しい期待とか、戸川先生は今後日本を代表するライジングスターであるというふうに期待して、戸川先生よろしくお願いします。貴重な講演の機会を与えていただきましたカシオの関係者の方に御礼申し上げます。私が考えるダーモスコピーの撮影診療のコツなんですけれども、でうちで使っているダーモスコープなんですけれども、うちはですね、なんせ重たいとかよく壊れるとかあります。こちらは撮影ができないとかいうのがあります。それで、こんなダーモカメラがあったらということでカシオさんにお話したことがありまして、臨床写真も一緒に撮れたら楽だなと、あとは病変全体が広めに撮影できるものがいいなとか、変更非変更とかレンズを変えたりボタンを変えたり難しいのでワンボタン撮れたらいい、ピントも不審部があったらいい、しかもコンパクトで軽いなんていうことを伝えて、どうにかこういうものができないでしょうかって話をしたんですけど、このカメラはだいたいこれがですね組まれていて、うまくデモ機としてできています。これがそのデモ機で撮影したものなんですけど、病変のですね全部が入ってる、これは従来のもので撮影したんですけど、1回押すとですね変更非変更 UV ということで3つのモードが取れると。 UV は結構シミなんかがはっきり映りますので、メラノーマのマージンとかも決められるのかもしれないなと、人沈着は見えないし人沈着がちょっと拾えそうだなっていうのが、その変更と非変更が変えられることで変に見えるですねミラーライクシストとかコメドライプオープニングが見えますので、脂漏性角化症などの診断もしやすいだろうと。イボのような盛り上がった病変ですけど、深部まで結構割合ピントが合いますのでストレスなく撮れる、普通の臨床写真も撮れるということで、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。私のお話は、撮った画像をどう管理するかということで、皮膚科で使う医療用画像、この3段階で今日はお話しさせていただきます。やはり AI 診断には良質な、画像データがたくさん必要ですので、さてカシオさんの、画像管理ソフトのお話をさせていただきたいと思います。カメラ本体以外に実はコンピューターにこういうソフトウェアが入っています。機能としては、撮影画像を患者 ID、 撮影日ごとに自動分類する、画像ごとに臨床情報を追加可能である、保存してある画像をもちろん検索機能もありますし、個人情報を削除した状態での画像出力が可能であるという機能が搭載されています。カメラから取り込む時の実際の動画です。 Wi-Fi で取り込んでます。すでにちょっと何枚か取り込んであったんで、9枚分新しい画像が取り込まれます。先ほどの臨床カメラです、撮ったものです。で、戸川先生も、綺麗に写真が撮れると言ってましたけど、レンズの性能、カメラの性能も十分と、非常にクリアな写りですね。これ紫外線で見るとなんか花びらのとこなんか模様が見えるんですね。で、やはりシミのところもこういうふうに見える。撮った画像じゃなくて過去の画像、これ違うメーカーさんのやつですけど、このライティングが不均一っていうのがあります。新しいカメラの特徴としては非常に光が綺麗です。均一なライティングになってます。過去の蓄積されたデータも取り込み可能ということがここで示しています。で、さらにはダーモスコピー画像ですけども、右側に個々の情報が入ってます。スケール出したり非常にフラットに撮れます。光も均一ですし、歪みもないということで、非常にカメラとしての性能が、ダーモスコピーカメラとしての性能は世界一だと思います。ということで、今までの記録保存活用方法が、このカメラとソフトウェアが出ることで臨床もダーモも1台で撮れて、コンピューター上でその画像を管理できて、必要であれば個人情報保護法に配慮した医療画像を出すことができると、今回のカメラのとソフトウェアの特徴かなと感じております。ありがとうございました。カシオ計算機にはいいカメラを開発していただいて、期待が込められているし、それをどう画像管理していくかということに関してもしっかりしたものを作ってもらえればなと思っています。どこの病院も大学も同じシステムで同じように管理できたら、それはやっぱり理想的だと思うんですよね。ご参加ありがとうございました。